じゃじゃん、レンズマン、見てください。これペットボトルが三脚にというものですね。このレンズマンをくる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 っとペットボトルにつけました。そしてデジカメをここに設置すると、ここ上の段を回せばね、いくらでもボールジョイントで動きますね。なかなかいいじゃないですか。結構角度つきますね。で、喉が渇いたらこれを飲むと。じゃあもっと大きめのペットボトルにつければもっと安定すると思うしさ。バカバカしいけどいいアイディアですよね。250g 以上のカメラには使用できませんと。まあ一般的なコンパクトデジカメで使えということですよね。で、これカラビナがついてます。このカラビナをバッグに引っ掛けておけばいいわけですよね。ドリンクは常々持ち歩いてるという人多いですし、日本であれば自販機でどこでも手に入ります。いざという時の三脚、ペットボトルのキャップに自由運転がついたというレンズマンでした。でもさ、このキャップのここをさ、綺麗にしとかないとさ、後でこれにつけた後でさ、これまた飲むのってすごいちょっと抵抗があるわな。まあそんなことはさておき、良いアイディアだと思います。レンズマンでした。